そうだ京都、移行は、東海旅客鉄道が1993年から実施しているキャンペーンである。首都圏や中京圏から京都へ観光客を誘致するため、映像やキャッチコピーを駆使して、京都の風景を紹介している。なお、本記事では、2016年から開始された新シリーズ、そうだ京都は、今だ。についても述べる。 2020年の庭園探訪企画に合わせ、東京駅八重洲中央口に石庭が設けられた本、キャンペーンは、1993年、平安遷と1200年記念事業に合わせる形で開始された。取り上げる場所は主に京都市内であるが、時折、京都市外の京都府の各市町村も取り上げている。桜や紅葉など、季節ごとの京都の魅力を紹介しており、 本キャンペーンで取り上げられた実写に観光客が多く、詰めかけるなど、その影響力は大きい。開始当時のクリエイティブディレクターは、佐々木博士であり、以後10年にわたって、本キャンペーンの広告の制作を手掛けた。また、開始当初から、キャンペーンで使用される、キャッチコピーは、大谷み、キャンペーンで取り上げる観光地の撮影は、高崎勝次がそれぞれ担当している。 本キャンペーンのテレビ CM では、長塚一慶さんによるナレーションが流れる中、京都の観光地を撮影した映像が流れる。また、CM の BGM には、私のお気に入りが使用されており、CM の雰囲気に合わせて曲調が変えられている。本キャンペーンのクリエイティブディレクターを務めた佐々木によると、クライアントから、京都だから絵はがきでいいと言われたことを受けて、 CM にタレントを出演させず、世界一の絵はがきを作るという発想に至ったという。当初は、他の JR 東海の CM と同様に、サウンドロゴがあり、京都駅を通る新幹線が映し出されていたが、当初は300系、1999年からは、700系、2002年以降の制作分では、カットされている。また、2010年以降の制作分では、画面右下、 または左下に映像は CM 上の演出を施しています。の注釈が表示されている。2016年10月現在、24年間で77箇所93本のテレビ CM が撮影、放送された。2018年10月、25年間ナレーションを務めた長塚一慶さんの卒業が発表された。CM は今後も継続され、 2019年春の放送分より2代目ナレーターに江本優が就任する。同時にフォントがリニューアルされ、そうだ、京都以降の産業表示から、そうだ、京都以降の2行表示に改められた。京都クラブ会員証キャンペーンが始まった1993年から10年間、会員制の京都クラブが運営されていた。入会すると提携先で提示することで、 割引サービスが受けられる会員証と年間パスポートが送付されたほか、東海道新幹線と京都市内のホテルを組み合わせた特典ツアーの圧戦などが行われた。本キャンペーンの新シリーズとして、2016年から、そうだ京都は今だ、が開始された。このシリーズでは、京都の文化や芸術に焦点を当て、期間限定で公開される文化財について、 ポスターなどを駆使して紹介する。また、テレビ CM も制作されており、小林さと美がナレーションを務め、編曲は河合健治が担当している。ありがとうございます。